ビギリビギリビギリレッツゴーレーシングボーイ。まず最初に謝らなくてはいけないことがありまして、前回その第1戦でのスーパー GT で日産は勝てないとか言ったんですけど、この場で謝ります。申し訳ありませんでした。さて今回の鈴鹿ですけど、鈴鹿、優勝したのはなんモチュールオーテック GTR 戦ですね。松田継雄選手、ロニークインタリッティ選手ですね。おめでとうございます。本当に日産はもう3戦目で初優勝、今シーズン優勝ということになって、これで開幕戦トヨタ、第2戦ホンダ、そして第3戦日産って3戦で3メーカーが分け合うということになったんですね。今回ポールがエプソン中島レーシング、2番手モチュールということで、ダンロップタイヤミシュラン、違うタイヤメーカーがフロントローということになったんですけど、やっぱりダンロップのロングランのタイヤ効きがちょっと弱くなったのか知らないですけど、ペースが極端に下がったんですね今回。で逆にミシュランの特にモチュールのタイヤペースが非常に安定していて、最後はもうレイウィックとの一騎打ちなんですけど、見事モチュールは優勝したっていうことになったんですね。まあ今回のレース無観客で本当に無観客だとちょっと寂しいなと思うくらい、きっと荒れたレースでした、波乱のレースでしたね。本当にセーフティーカーが結構あって、その都度リード広がった、セーフティーが発生した、またリードはなくなった、広がった、なくなったの繰り返して、誰が勝ってもおかしくなかったんですよね本当今回。まあその中で日産4台の中で唯一2機目のエンジンを投入したニスモ、モチュールオーテック GTR が今回勝つの優勝を遂げて、本当に日産ファンとしてはもう、まあ、日産の関係者、そして日産のファンの方は本当に嬉しい一日だと思いますね。でどうなるかは、次モテギどうなるかわかんないんですけど、サーメーカー混戦になるなってのは分かりまして、ね、この3戦見る限り結構わからないなと思います。結構次のモテギストップ&ゴーのサーキットなので、結構ここを得意としているチームは部があるかなと思いますね。まあどうなるか期待しましょう。はい、以上です。